ベロベーシ合意は、1991年12月8日、ロシアのボリス・エリチン大統領、ウクライナのレオニード・クラフチューク大統領、ベラルーシのスタニスラフ・シュシケビッチ最高会議議長が参加して、ベラルーシのベロベーシの森の旧、フルシチョフ別荘で急遽行われた秘密会議、及びその会議においてまとまった合意、特にソビエト連邦の消滅と独立国家共同体の 設立を宣言した独立国家共同体の設立に関する協定を指す。1985年、ミハイル・ゴルバチョフが共産党書記長に就任すると、翌年からペレストロイカを打ち出し、政治や経済の改革を進めた、東欧の民主化を後押しし、冷戦を終結させたが、国内では経済が混乱し、国民は連邦政府への不満を募らせた。また、 検閲の廃止や言論の自由が進められたことにより、各地で民族主義と独立志向が強まり、広がっていった。ナゴルノカラバフ島での民族紛争の勃発、バルト三国の独立回復宣言など、崩壊の様子を呈してきた連邦を維持するため、ゴルバチョフ書記長は、連邦公正共和国の権限を大幅に拡大する、新連邦条約の成立を目指した。 しかし、条約の調印を翌日に控えた1991年8月19日、これに反対する保守派勢力によるクーデターが発生。ゴルバチョフに代わり権力を強めていたボリスエリツィンのロシアや市民の抵抗により政権奪取の試みは失敗したが、連邦政府の権威は失墜、共和国が相次いで独立を宣言し、連邦の分裂は深まった。 連邦崩壊を防ぐため、ゴルバチョフは新たな新連邦条約と経済共同体条約の成立を急ぐ中、12月1日、ウクライナで独立宣言の是非を問う国民投票が行われ、得票率84.2%、賛成90.3%の圧倒的多数によって支持された。独立の意思を明確にしたウクライナに対し、ゴルバチョフとエリツィンは、 ウクライナなくして、新連邦は成り立たないという意見で一致。12月7日、エリツィンとスタニスラフ・シュシケービッチ・ベラルーシ、最高会議議長国民投票と同時に行われた大統領選挙で選出された、ウクライナのレオニード・クラフチューク大統領は、ベラルーシブレスト州に位置するベロベーシの森の政府別荘に集まり、会談を行った。12月8日、三国の最高指導者は、 独立国家共同体の設立に関する協定に調印したことなどを発表した。CIS 設立協定では国際法の対象と地政学的な現実としてのソ連はすでに消滅しているとされ、欧州共同体をモデルにした緩やかな共同体である CIS の設立を宣言、調整機関を民宿に置くことや政治、経済、軍事面で協力していくことが定められた。エリツィン。 クラフチューク、シュシケービッチに加え、ロシアのゲンガジー・ブルブリス国務長官、ウクライナのビトリド・ホーキン首相、ベラルーシのビャチェスラフケビッチ閣僚会議議長が署名している。合意の内容は発表直後にエリツイン大統領から当時のアメリカ大統領ジョージ・ HW ブッシュに一般電話で伝えられ、その後、ホスト国であったベラルーシのシュシケービッチ議長から ゴルバチョフ大統領に伝えられた。アルマータ宣言の調印式ゴルバチョフは、協定について、三共和国の首脳のみで決定できることではないと、批判し、連邦最高会議による、新連邦条約及びベロベーシュ合意の審議、臨時人民大議員大会の召集と、国民投票の実施を呼びかけた。連邦最高会議憲法監視委員会も11日、合意は、 法的に無効であるとする声明を発表。しかし、これらはいずれも無視された。10日にはウクライナ最高会議と、ベラルーシ最高会議が、12日にはロシア最高会議で協定が批准された。新たな新連邦条約に調印する予定だった。他の共和国は動揺し、混乱した。カザフスタンのヌルスルタン、ナザルバイフ大統領は当初、スラブ3共和国首脳のみで決められたこの合意を批判。 ウズベキスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタンら中央アジアの共和国も CIS 加盟には消極的だった。しかし、経済的にロシアに依存する5共和国はロシアとの関係を断つわけにはいかず、13日には CIS に参加する声明を発表した。その他の共和国もこれに続き、21日にはグルジアと すでに連邦を脱退したバルト3国を除くすべての連邦構成共和国がカザフスタンのアルマータで首脳会議を開催しアルマータ宣言に調印した。追い込まれたコルバチョフは最後まで CIS 創設と連邦解体に反対したが25日に大統領を辞任。26日にはソ連最高会議共和国会議でソ連の消滅が確認された。 ゴルバチョフ大統領やソ連邦最高会議憲法、監視委員会は、この合意は、法的に無効であると主張。また、セルゲイ・バブーリンなど一部のロシア、最高会議大議員も意見性を主張している。ありがとうございます。